にちは、激花のフリアです。先日ですね、伸びすぎたビオラの剪定の方法の動画をお送りさせていただいたんですけども、手元が見えない見えないというコメントがめちゃくちゃ入ってしまいまして、もう初心者の方でわからない方のためにもう一鉢パンジーがありましたので、このパンジーを使ってね、伸びすぎてしまったパンジーの切り戻しのやり方、これをちょっとレクチャーしていきたいと思います。今日はですね、いつも固定カメラで撮ってるんですけども、カメラさんお願いしまして、撮っていきますんで、ぜひ見ていただければと思います。ではカメラさん、ちょっとこっち側に回っていただいて、この株元を撮っていただければと思います。ではちょっとお話しします。僕の顔が今入ってないと思いますけど、パンジーが見えてると思います。で、横のところから撮ってるので茎がよく見えると思うんですね。で、まあボサボサに伸びてしまったパンジーなんかは倒れてしまうんで、この倒れないようにするためと、あとは脇芽、花数を増やす、この2つのことをやりたいということで剪定を入れていきます。で、剪定するのはもう年内にしてください。それ以降は剪定しない方が逆にいいです。では伸びてしまったパンジーの切り戻しのやり方、この辺をちょっとレクチャーしていきたいと思います。まずですね、花がこう咲いていると思うんですけども、花はもう全部無視してください。剪定した後に脇芽出てきて肥料をあげれば、また次から次に咲いてくれるんで、その時のお花を楽しむ、だから今のお花はちょっと犠牲にするみたいな形でやっていきます。まず茎が見えると思うんですけども、まあ、ビオラよりもパンジーの方が茎が太いんで見やすいと思います。で、下葉が見えるかな、下葉がありますよね。で、その次にまた葉っぱがありますよね。で、てっぺんがあります。で、どこから切ればいいかというと、この辺からあまり切ってしまうと葉っぱが少なくて光合成ができなくなって枯れてしまうことがあるので、そこまで強くは剪定できません。なので、ここの下1段目2段目ぐらいの葉っぱまで生かすようなイメージで、ここでチョキン切っていただくと、切り終わったものがこんな感じで、これ挿し木にできますかとかそういうことは聞かないでください。できるかもしれませんが、この温度だとほぼつかないので、ごめんなさい、かわいそうなんですけど、これは捨てます。では続きまして、次の茎がいくつか出てきているので、それぞれ説明します。まあ下にね、一番大きい葉っぱがあって、2段目があって3段目があるみたいな形なので、2段目と1段目の葉っぱを残しといて、この辺茎がだいたい 2.5センチぐらいあるかな。で、あんまりこの際で切ってしまうとこの葉っぱが死んでしまうことがあるので、この辺で切ります。真ん中辺で、そうすると、まあ、こういうのが取れますよね。まあ、だいたい同じぐらいの長さですね。もうちょっといきましょうか。これ花が綺麗に咲いているんですが、一番下まで見るとちょっと上から取れるかな、カメラさん。そうすると一番下の葉っぱ、ちっちゃいのがね生えてます。で、2段目の葉っぱ、この辺ね生えてます。で、3段目があるでしょ。で、ここ花が出てますね。3段目から花が咲くわけですよ。そうすると2段目の葉っぱまでやっぱり生かしておきたいので、ここで切りますよ、チョキン。そうするとお花が咲いててすごくもったいないんですが、このお花はまあこのままね、グラスとかに飾っていただければしばらくは咲いててくれるので可愛いです。一輪挿しとかで使ってもらったらいいと思います。で、また行きます。これちょっとね、葉っぱが混雑してますけども、こうかな、見えるかな、はい、一番下の葉っぱがあって、2段目の葉っぱがあって、3段目の葉っぱがあって、これは4段目でちょっと膨らんでますね。これだとこの葉っぱを生かしましょうか。見えないな、こうかな、こうすると見えるかな。この葉っぱを生かして、その下もありますから、
2段目の上で切るイメージと、これぐらい、これもつぼみがあるんでね、一輪挿しに入れていただけると咲くかもしれません。で、1本ずつね、ゆっくり見ていけばいいです。ゆっくり楽しんでください。で、これも一番下の葉っぱが、ありますね。これが一番下の葉っぱ、2段目の葉っぱ、3段目の葉っぱで、2段目の真ん中辺で切る、こんな感じで、まだあります。茎1本ずつ丁寧にやっていくといいと思います。1段目の葉っぱ、2段目の葉っぱで、ここ3段目ね、ここ3段目で、この2段目の真ん中で切る。で、あと最後の1本、真ん中に生えてる1本があるんですけども、これちょっとね、カメラで見にくいと思うんで、ざっくりいきますと、1段目の葉っぱ、2段目の葉っぱ、3段目の葉っぱ、2段目、3段目ありますから、2段目の真ん中辺、ちょっとね、こっからも葉っぱ生えてるんですけど、もったいないけど、ここの下で切ります。そうすると出来上がったのがこういう株で、このぴょんぴょん出てるのは花の茎なので、これは丁寧に手でむしろうとすると折っちゃうことがあるんで、丁寧にハサミで切ってください。根元の方からね、この辺で切る。で、これも花がついてたやつなんで切る。で、綺麗になったかな。綺麗になりましたね。で、今度は下葉の方を見ていきます。下葉の方を見ると、どうしても病気になりかけの葉っぱとかがありますから、こういうのは手で根元からちょっとツンって摘んでいただければ取れますからね。これも病気になってきてる、蒸れるとね、やっぱり暖かい時期は病気が発生しやすいので、下葉をきれいに、黄色いのを取ってあげて整えてあげるっていうことが大事です。これもそう、これもそう、これから病気になっちゃいますからでね、どうしてもこういうのは出てきますから、しょうがないと思って、お手入れだと思ってやってください。あとはここかな。これも。ね。病気の原因になりますから。で、根元がきれいになりました。で、一生懸命剪定してると、どうしても葉っぱを折ってしまうことあると思うんですね。で、折れてしまった葉っぱもまた黄色くなってしまうので、きれいにハサミで取り除くと。いう形でできました。この状態、この状態ね。で、次に何をするかというと、まあもうすでに植えてあったりすると思うので、この状態から日当たりのいい場所に出していただいて、固形の肥料を適量上げて、で、そのまま育てていきます。で、花が咲くタイプの肥料、液肥ですね、液肥を1週間に1回与えていく。それをすることによって花芽を作りやすい環境になってきますから。で、12月いっぱいぐらいまではまだ、1月2月の寒さに比べたらばまだパンジーが生育してくれる温度なので、肥料をしっかりと吸い上げてくれます。吸い上げてくれるので水やりすぎないようにしてください。葉っぱが少なくなった分水を吸わなくなってます。で、水を吸うタイミングっていうのはやっぱり花が上がってくる、咲いてくるっていう時が水を一番吸うので、今までよりも水やりのペースが遅くなるはずです。遅くなるので水やりもしっかりと乾くまではほっといて、で、乾いてきたらたっぷりあげるっていう形をとっていただくと綺麗に育ってくれると思います。あんまりあげすぎるとね、今度根っこが溶けちゃうんで、そこだけ気をつけてください。ということで、パンジーの切り戻しのお話でした。ぜひ伸びちゃったパンジーね、買っちゃった場合にはぜひ一回この時期に切り戻していただいて、綺麗に咲くように整えてあげてください。そうすることで、買い物の失敗なんかも取り返せる、逆によりもりもりと育つパンジーを作ることができますので、ぜひやってみてください。でね、実際にこう切り戻して終わった葉っぱが、花付きの葉っぱがあるんですけど、これもったいないじゃないですか。で、茎が長めのもの、これ一輪挿しとかに挿していただくと日持ちするので、ぜひね、こんな感じで入れていただければなと思います。で、こっちのちっちゃい器もあるんですけど、器にこうちょっと立てかけるような感じで入れてもらってもいいですね。
で、その時コツなんですけど、下の葉っぱは取ってください。で、上の葉っぱは取らない。下の葉っぱだけ取ります。これね、ピント合ってるかな、カメラさん。大丈夫かな。下にめくるように取っていただくとピロッと取れますから、取れたらお皿にこうちょっと入れてあげる。で、これも、まあこれ取るところないのでそのまま入れてあげる。で、これ取るとこありますよね。これ取っていただいて、これも取っていいかな。この辺も取っちゃおうかな。で、なんで葉っぱを取るかというと、葉っぱが水に浸かると腐るんですね。で、腐って病気が出ちゃいますから。で、これもちっちゃいつぼみがあるじゃないですか。もしかしたら咲くかもしれないので、これもちょっとこう入れてあげる。そうするとパンジーのこんな可愛いアレンジできちゃいますので、これお部屋のところ、こういうところにパッと置いてあげたら、しばらく楽しめますから、そんな風に楽しんでいただけるといいかなっていう風に思います。劇花では公式の LINE のアカウントを持っています。概要欄の方から友達登録のリンク貼ってありますので、そこからポチッと友達登録していただけると個別に質問にお答えすることができます。もちろん僕の方がお答えしていきますので、ぜひ質問なんかある方はぜひ、LINE の方に登録をお願いします。それから、こちらのチャンネル、日々植物の育て方についていろいろとレクチャーさせてもらってますので、ご興味のある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。